柴田氷一郎柴田氷一郎6月4日から1976年3月30日は、大正末から昭和期の実業家、政治家、貴族院多額納税者議員、衆議院議員、岩手県岩手郡沼区内町長、岩手町名誉町民、聖与に、君に等、岩手県岩手郡沼区内町で、柴田氷衛門の孫として生まれた。 1924年3月、慶応義塾大学経済学部を卒業。1925年に第一銀行に入り、東北銀行所大討取、森岡伝統取締役、沼区内信用組合長、道農会長等のほか沼区内町長、森岡地方裁判所人事調停委員などを務めた。1939年に岩手県多額納税者として、 貴族院議員にご選され、同年9月29日に就任し、同和会に所属して1946年4月16日まで在任。この間、低信省委員、運輸通信省委員、運輸省行政委員等を務めた。1946年4月、第22回衆議院議員総選挙で当選し、衆議院議員に一期在任した。この間、第一次。 吉田内閣で大倉参与予を務めた。1953年4月の第26回総選挙に立候補したが落選した。1959年7月、森岡商工会議所回答、同年8月、東北開発審議会委員に就任した。ありがとうございます。